バコ太郎は、日本の実業家、個人投資家、航空パイロット。ドローンファンド創業者、代表パートナー、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス特別、昌平教授、慶応義塾大学 SFC 研究所ドローン、社会競争コンソーシアム上席書院、企業家コミュニティ、千葉道場主催、座旅館東京オーナー、リアルテックファンドクリエイティブマネージャーである。株式会社、 コロプラ元取締役副社長、東京都港区出身。麻布中学校、高等学校を経て、慶応義塾大学環境情報学部を1997年に卒業後、株式会社リクルートに入社。リクルートでは、メディアデザインセンター、電子メディア事業部に在籍し、ポケットイサイズの立ち上げに関わる。2000年株式会社サイバードに転職。 エヴァンジェリストとして、モバイルコンテンツの普及を推進した。2001年、K ラボラトリー取締役に就任。2008年、クラブ社にて、信仰のあった、ババイサオアツシと、コロプラ社を設立。同社副社長として、当初一部上場に導く。2016年、コロプラ社を退社。役員を退任する。 2016年、慶応義塾大学 SFC 研究所ドローン社会競争コンソーシアム上席書院に就任。2017年、ユーグレナ・リバネス SMBC 日興証券の3社が運営するリアルテックファンドにクリエイティブマネージャーとして参画することが ICC カンファレンス福岡2017にて発表された。2017年、ドローンファンド1号設立。 2018年8月1日、ドローンファンド2号設立。2018年12月19日、芸能事務所の渡辺エンターテインメントとマネジメント契約を結んだと報じられた。2018年12月20日、ホンダジェットの国内初購入者と報じられた。2019年4月、当タるギ塾大学湘南富士沢キャンパス特別昌兵教授就任。ドローンファンド。 ドローンファンド2019年9月6日閲覧社長を採用した男千葉高太郎速報千葉伊佐夫太郎氏リアルテックファンドのメンバーとして参画吉田ロドローン関連スタートアップ支援のドローンファンド2号が52億円調達テッククランチジャパン2019年9月6日閲覧千葉伊佐夫太郎氏が芸能事務所に所属する理由 日本経済新聞2018年12月19日、ホンダジェット、日本初の入著名投資家、千葉市に日本経済新聞2018年12月20日、ありがとうございます。